岐阜県樽井町と関ヶ原町にまたがる送電用の鉄塔7基が昨日から今日にかけて損傷し最上部で鉄塔同士を結ぶ直径1.7センチほどのワイヤーが垂れ下がっているのが見つかりました現場は新幹線や JR 東海道線国道21号などの真上ですが交通機関への影響はなく停電も発生していません中部電力パワーグリッドが損傷の詳しい原因を調べています 関ヶ原町では明け方に最大40センチの積雪を観測しています。